メンタルエステスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介したいと思います。今日のブログはこちらです。人間関係を円滑にするポイントの今日は11回目です。自分の中の常識外のことに対して許せないとか、なんでこんなことするんだろうとイライラしたりすることあると思います。家族間だと余計イライラ、感情的になってしまったりしがちですよね。そんな時ですね、自分の中の相手に対するわだかまりをなくす言葉として、まあいいかという言葉を紹介しています。よかったらご覧になってください。斉藤幸男のブログは斉藤幸男アメブロで検索、スクールに関することはメンタルエステスクールで検索してみてください。それでは